はいどうも、ピノチャンネルのピノです。今回の動画は新イベント、サクッとしていないサクッと育成ストリートをサクッと解説していきたいと思います。このイベントの重要なポイントは3つ。まず1つ目は進行マスとレベル。この2つは数字の大きさに応じて獲得するポイントが変わってくるということです。なのでレベル5、進行マス5の時が一番獲得ポイントが大きいわけですから、これらをかける2倍、かける3倍のマスとうまく活用すると獲得するポイントがぐっと上がるでしょう。2つ目は試合マスは強制でストップするということです。これはうまく逆手にとって試合マス手前で止まりながら、最後その直前のマスから進行度4マス、5マスのカードを使うと育成効率がさらに良くなるでしょう。3つ目はスペシャルカードは引き継ぎができるということです。その選手の育成が終わっても次の育成選手で使えますので、無理に使わずしっかりと使わないときは貯めていきましょう。それでは皆さん、サクッと育成頑張りましょう。